息が続かんかった。海ぶどうありすぎやろ。皆さん、おはようございます。ただいまのアイドルトーン時刻は2020年7月4日土曜日の午前11時21分です。かねてより種子開発は島周辺の海の安全性について調査していたのですが、ようやく安全が確認できたとのことです。ということで、海での遊泳が解禁されることになりました。おー、泳げるようになった。やったね。水質もバッチリ綺麗ですし、海に潜ることもできるんですよ。ってことはマリンスーツが。ただし、安全のために泳ぐときは必ずマリンスーツに着替えてくださいね。ちなみに、マリンスーツはお店やカタログショッピングで販売されますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、楽しい遊泳ライフを思いっきりエンジョイしてくださいね。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さ、てことで、任天堂。アイナさんへ、この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。そう、もうめっちゃね、アップデートが楽しみで楽しみで。飛び盛りと違うところはそれよね。はい、そしてタヌキショッピング。アイナ様、いつもタヌキショッピングのご利用誠にありがとうございます。今この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。タヌキショッピング。またなんか季節の商品変わったんかな。どこ行ったんかと思った一瞬。これか。シュノーケル。なんならマリンスーツをくれればいいと思うんだけどもね。まあでもマリンスーツは自分で買えということだね。じゃあとりあえず、私マリンスーツってさ、まあ、着るものやけん、着るものやけんさ、エイブルシスターズにあるんかなって思ったんやけど、たぬき商店で、まあ、道具としての扱いみたいな感じっぽいね。お、でっかいクマが。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。季節の商品に一緒なんやけど。まあ、増えたってことかな。これから、何かしらあるか。登山の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お持ち帰りくださいませ、ませ。ってことで、なんか、ん？これや、ボーダーのマリンスーツ。これも種類いろいろあるんかな。あ、ボーダーのマリンスーツにご興味をお持ちなんですね。この後海へ行かれるご予定でしょうか。そうそうそう。でしたら海で泳ぐときの注意点についてご説明させていただきます。まず、海に入られるときは、あらかじめボーダーのマリンスーツなどのマリンスーツに着替えるようお願いします。マリンスーツを着ていれば、浜辺や岩場などから A で海に入ることができますよ。海では A で泳げるのですが、そうそう。海の中に影を見つけたら、Y で潜って、そのまま泳ぎながら追いかけてみてください。Y で潜る。影に追いついて捕まえることができたら、海の幸が取れるんだそうです。海の幸も寄贈できるって言ったよね。ということで、ご説明は以上になります。改めまして、ボーダーのマリンスーツは3000ベルになりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。他にも何かご利用のものはございませんか？いや、大丈夫。ありがとうございました。おっしゃー。ってことで早速海に入ってこよう。ありがとうございました。びっくりしたわ。ルーシーや。あら、アイナさんよ。おしゃべりしよう。今日も一日張り切っていきましょうよ。もうめちゃくちゃ張り切ってくよ。ボーダーのマリンスーツ。そして、シュノーケル。まあ、これは格好だけなんやろうけど。良きだね。良きだね。あ、トタケキやん。そっか、今日トタケキの日やっけ。それを横目に私は、泳ぎに行く。あれよね、住人たちも泳いだりとかしよったらいいのに、みんなが釣りしたりとかしよるみたいに。あー、泳げたー。めっちゃ感動なんですけど、良くない？え、超良くない？ほー。いい感じ。さあ、そして、海の幸を何かしら見つけたいんだけど、影があるんやっけ？ブクブクしよる？あ、これじゃね？ほら、ブクブクしよる。お。
あ、すごい、こういう感じなんや。へえ。これ。お、いったいった。じゃーん。ん、これは海ぶどうやない。海ぶどうを取ったよ。プチプチやみつきの食感。こういうやつも、あれ?あの、寄贈できるやつ?貝とかじゃなくても。お、あっこにもある。なんか見え方が面白いね。なんか、真上からの絵になるんや。へへへへへ。さあ、これ。どうや。なにこれ?ん?これは?ホヤを取ったよ。大人の味だ。ホヤってなんなんやっけ?ね、聞いたことはあるけど。お、あっこにも。もうちょっと早く泳げないものか。コツとかあるんかな?ないんかな、別に。結構遠かった。え、てか早くない?おらん、おった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 。へい、これ。また海ぶどうかい。またしても。なかなか。お、あったあったあった。よし、行くぜ。ささささささ。全部なんか、大きさとか形同じような感じ?いや、海ぶどうばっかりやけんかな。そういうことかな。なんかもっとないの?もっと。なんか泳ぐの遅い感じするよね。鳥盛りの時よりも。気のせいかな。あ、ここに。待って。ってかこれ影動きよんかな。その辺もちょっといまいちよくわからんねえけど。え、どれ?どこ?え?なくない?あ、あった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 。イエー!息が続かんかった。海ぶどうありすぎやろ。え、海ぶどうありすぎやろ。どんだけなん、ちょっと。お、なんか。お、どこや、あ、これか。海へ潜れ、ダイバーよ。島の周りには青く美しい海が広がっていて、神聖な海の幸に満ち溢れているんだろもん。海の幸を捕まえたら、マイルをあげるから、マリンスーツを着てじゃんじゃん海へ潜ってね。肩書き、真夏のスイマー、たぬきマイル、300マイルゲット。やっぱあれか。こういう、海の幸とかも、季節によって取れるものが違ったりとかするんかね。動きよんかな。あ、動きよるね。動きよるわ。どやでも。ん?これは、なんやろ、ウミウシ?ウミウシを取ったよ。とってもカラフル。お、あっちにも。ゴー。この辺か。結構先やった。なんかちょっとでかくない?気のせいかな。ちょ、待って。待って。これは?ん?これは?ムール貝を取ったよ。パエリア。パエリアに使われるの?パエリアとか食べんけど。待って、あれ、網の向こう側に行ってしまうんじゃないの?ちょ、待って。めっちゃギリギリんとこにおらん。お、クラゲ。ん?これは?水クラゲを取ったよ。ちょっとだけ毒がある。大丈夫?めっちゃ素手で掴んどるけど。超素手で掴んどるけど大丈夫なのそれ。お、違うとこや。海の幸博士への歩み。海の底にはまだまだ知らない生き物がたくさん潜んでいるんだもん。海の幸を見つけて図鑑を充実させた人にマイルを送らせてほしいだらもん。ってことで、肩書きブルーのダイバー、たぬきマイル300マイルゲットー。いいね。どんどん、項目も埋まっていくよ。あとは、てか今どういう、なんかさっきまでと、向き変わった?もしかして、違う?なんかでかくないこれ。え、めっちゃでかくない?なんかイソギンチャク?ん、これは、イソギンチャクを取ったよ。触手にちょっと毒がある。さっきからさ、ちょっと毒があるものをめっちゃ笑顔で掴むやん。大丈夫?あ、待って、向こう側やった。ちょ、待って。よいしょ。何これ?ん?これは?フジツボを取ったよ。実はエビの仲間だ。
マジで富士壺の仲間、違う、エビの仲間なんや。富士壺の仲間そのまんまか。ちょ、待って、じゃあ、海ぶどうめっちゃあるけん。よいしょー。これで海ぶどうがめっちゃ高く売れるやつやったらどうしよう。ちょっと損した気分になる。いや、まあでも今はちょっと、あ、でかいこれ。イソギンチャクかな。あ、貝やった。ん？これは。ホタテを取ったよ。貝柱がでかい。でもポケットがいっぱい。ちょっと待って。入れ替えます。ってことで、海ぶどうを。ほい。さてさて。ちょっと待って、事前に。あれか。海の中では。ちょっと待って。海の中ではいろいろ整理ができないのね。ということはだ。どこですかね、浜辺は。あれ？陸に上がった後のあのプルプルプルみたいなのがないんやけど。プルプルプルみたいなのがないんやけど。あのちょっと犬みたいな感じの。とりあえずこれを起動してこよう、まず。起動、起動、ヤッホーアイダホ。小さいな。元気出してくぞ、の心。話に来たよ。今日もトレーニングで筋肉つけるぞ、中から。トレーニング？今からなんかいかにも虫取りしますって感じやけど。それもトレーニングの一環なのかい？起きて起きて。んぐご。は。すみません。おはようございます、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。あ、そうそう。アイナさんにお伝えしたいことがあるのです。実はこのアイナ島でも海の幸を取ることができるらしい、との噂を耳にしたのですよ。どこで見つけられるのかはわかりませんが、もし手に入れることがあれば見せていただけると嬉しいです。早速持ってきたよ、私は。私に何かご用でしょうか？海の幸見つけたよ。なんか項目が。おう、そうですか。どんな海の幸を見せてくださるんですか？ワクワク。めっちゃあるよ、めっちゃ。とりあえず一個なのね。お、これは間違いない。海ぶどうですね。いやー、海の幸いいですね。もしよろしければこの海の幸を私に預からせていただけませんか？いいよ、いいよ。お、よろしいんですか？ではお言葉に参させていただきます。よろしければ、海ぶどうについてちょっと解説いたしましょうか。お願いします。喜んで。海ぶどうはですね、プチプチと弾ける食感と海の風味を楽しめるミネラル豊富な海藻です。本当の名前はクビレズタですが、見た目も合っているし、キャッチーで可愛い海ぶどうの方が有名なんですよね。低温だとしぼんでプチプチしなくなるので、冷蔵庫での保管はおすすめできません。そうなんや。じゃあ常温ってこと？と、まあこんな感じでございますです。はい。海ぶどう食べたことないんやけど、こんな感じなんやろ。では、お預かりしたものは展示室に飾らせていただきます。ありがとうございました。いやー、それにしても、海の幸まで見つかるなんて、この島は本当に素晴らしいですね。今後は海の幸についても、寄贈の受付を開始いたしますので、ぜひご協力をお願いします。普通にあの水族館の方にあるってことかな。はい、海の幸たんまりとあるよ。寄贈していきましょう。あ、そういえば私あれか。化石も一個持っとったんやっけ。これで OK かな。あわ、まとめて持ちくださったんですね。どれどれ？はい。ではありがたく収めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか。化石をちょっと鑑定したいです。はい。これ、違う。かぶりかな。どれどれ？ふんふん、なるほど。ほほう、少々判断に苦しみましたが、これはフタバサウルスの体で間違いないっす。それにしても、フタバサウルス、なんかあったなと思ったけど、体はあったのね。了解、振りさばいてきます。そうですか。では自由にご見学ください。了解。さあ、それじゃあ、打っていきますか。お、ライオネル、休憩中。グッドモーニング。素晴らしい一日の始まりだ、まさしく。
世間話でも。よーし、今日はライオネルの生い立ちを語っ、え、また今度でいいって、まさしく。どんだけ生い立ち語りたいんだ。あれ、さっきさ、誰か座ってなかった？おらんくなったやん、悲しい。いや、ごきげんよう。今日もこの島でライブさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時から曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。さ、なんか最初誰か座っとった気したんやけど、気のせいかな。ルーシーが歩き寄るだけやったんかな。さ、それじゃちょっと売り払っとくね。どうもー。アイラさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことで、まあ、だいぶ減ったけど。はい、この辺のね。オッケー。あ、シンプルマット、赤もいらんや。じゃあ、こんなもんかな。いろいろお持ちくださったんですね。では、計算しますと。はい。では、合計。なんか結構いくね。まあ、化石分かな。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。まあ、海の幸もどれぐらいの金額なんか、今後いろいろと、調べていこう。そしたらね、まあ、お金稼ぎの、幅も広がるということで。カジロウや？何？勉強中？おめえが訪ねてくれたら嬉しいぜ。き。おしゃべりしよう。ボードアノマリンスーツ着てんのかい？悪くねえな、き。服なんてもんは動きやすくて肩が凝らねえのが一番だ。ガッハッハ。そんな目的で着てるわけじゃないよ、別に。泳ぐためだよ。別にね、今日は動きやすいけんマリンスーツ着たかーっと。そんな、そういう感じで着てるものではないからな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあまだまだ取れてない海の幸とかいっぱいあると思うけん、これからもね、定期的に潜ったりとかしよう。真珠も集めたい。